こんにちは、ヨウサチコです。私は今どこにいてるかって言ったら台東なんですよ。うちの家から車で15分ぐらい。なんかむっちゃリゾート地してる感じしませんか？でもね、向こうに歩きの向こうはもうハイウェイなんです。それで見てください、この下貝殻いっぱい。こけそうこけそう。この木がね、なんかね、私今ね木に座ってね、かっこええなと自分で思ってたんですけど、どんなんかって言いましたら、この木ほらでかいの。後ろに下がっても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 、こんなに大きな木なの。ほら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 、むっちゃ気持ちいい。でね、ここにねどうやって来るかって言ったら、私今歩いて帰りますね。もともとここはなんか WWF のなんかの、ほらあっちに行ったらね、ほんまここぐーっと入っていったら向こうの方に行けんねんけど、今行かれへんのです。でほら向こう登って行ったらお家があって、なんか素敵なところがあって、あれ何、草があって、太陽、お手洗いがあって、ビーチがある。で WWF ってなってるところなんですけれども、あっちからは来れない。こんな素敵なところがね、台東の家の近所にあったなんてびっくり。でね、私今この道を歩いてきたんですよ。なんかめっちゃ感じることありませんか？ほら、鳥の鳴き声が聞こえて、なんか、でね、ここね、歩いてくるときに、ね、楽しかったのが、もうちょっと前、もうちょっと前。で、道もね、狭いながらも、ちゃんと整備されてて、歩けて、いろんな、いろんな緑。で、ここは WWF が指定したね、なんか自然公園のうちの一個なんですよ。なんですって！っていうのが分かり、ここを、歩いてきてたんですけど、ほら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 、後ろ、この後ろ、車がいっぱい走ってるの見えますか？それでね、これ、この木なんですけど、なんかね、いっぱい実がなってるの見えますか？で、その実がね、下に落ちてるんですよ、ほら。なんか、最初ヤシの実かなって思って、でもなんか拾って帰ってお家に飾ろうなんて思っちゃってる私がいます。一歩落ちてます。でね、上にある実は取りようがない。ちょっとやったら取れそうみたいな。でもこれ食べれるのどうなのみたいなのがある。で、なんとね、この目の前にあるのがマングローブ。私は今までマングローブちゃんを見るためにマーオンさんっていうとこまで行ってたんですよ。そこまで行かんでもここに来たらマングローブが見える。私ね、マングローブ大好きなんです。でね、マングローブね、あの葉っぱちょっと持って帰って家に刺したら生えてるんですよ。でもやっぱりマングローブって地帯やから、こんなとこで育つのが嬉しいやろなと思います。でこれ見ていって、でもこの人らはね全部1個になってるんですけども、マーオンさんのマングローブはなんか5グループぐらいが分かれていてたような感じがして、でもとっても嬉しいです。で、向こうの方に日光浴をしている人たちもいてます。なんて気持ちのいい香港なんでしょう。以上。